よせよせはい、ということで、始まりました。えー、っとね、超ボス3人のメリオダスたちということでね、この攻略やっていきたいと思います。もうね、フェーズ1、フェーズ1は人間族と妖精族は連れてかないでください。人間族と妖精族連れていくと、当たるダメージ800%増加して、もう全員ワンパンで倒されるので、えー、っと、組むのは天使か、えっと、この悪魔。 うん。天使か悪魔、どっちかで言ってください。で、あのね、スキルの達成の報酬の中に、構えを8回以上使うと、ポイントアップするみたいな感じなんで、あのー、このチャンドラは適正だと思いますね。で、相手がね、攻撃禁止のあのバフデバフとか、あとこの天下のデバフとか、このエスタロスサの解言とかで攻撃,力攻撃力が下がるんですね。なんで、このー、 曲がるド曲がる度もね、めちゃめちゃ適正だと思います。で、これ、あのー、このなんだっけ、この人。三つ頭じじいは、三つ頭じじいはもう必殺要因。必殺バーン打ち込んでも全部破壊しますよ、要因で、これやっていけばいいと思います。あとはね、もう、何も考えることはない。あとはもう何も考えることはない。とにかく、えー、っとあ、今見た、 攻撃禁止が来ましたね。これをあのデバフで解除していきます。で、あとはこう必殺貯めて、あとボンボンボン撃っていくだけですね。もうね、最初ちょっとあれ強いかもって思ったんですけど、あの、理解してしまえばもう全然簡単です。まあ、この他にもね、まあ、使えるキャラって言ったら、この3人のキャラの、この3人のキャラ、メリオダス、エスタロッサ、ゼルドリスは使えないんで、だから、 あのフルカウンターできるキャラがチャンドラーしかとりあえず今んところいないのかなああとシンサリエルですねシンサリエルはかなり適正だと思いますシンサリエル入れたらチャンドラあなんだっけタルミエルの部分をシンサリエル,ル,ルにすればやばいんじゃないかなめちゃめちゃ強いんじゃないかなと思いますなのであのシンサリエルゲットしたらやってみてください皆さんはい僕はやりません僕は <laughs> ということで、えー、もう話すことはなくなったんですが、フェーズ2ですね。フェーズ2はね、不明族に与えるであのー、あれが強くなるんですよね。不明族に与えるダメージが強くなるんで、えっと、ハロゴーとかも使えないです。ハロゴーとか、まあ、使えないことはないけど、 あの、ゼルドリスの攻撃が全体攻撃なんですね。なんで、もうハロゴもすぐボーンってやられちゃうよー、みたいな感じなんで、まあ、これが、とりあえず、その、シンサリエル抜きだったら一番適正なんじゃないかなって思ってます。ということで、えー、っと、もうね、本当に喋ることないから、もう早く、早くね、終わってほしいんですけど、えー、そうですね、ここでもう必殺貯めて、もうぶち抜いちゃおうって話ですね。ここでボン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 いっちゃって、終わりです。もう、 もう頼む。もう喋ることないよ。<laughs> ああ、このね、2日間、あの、申し訳なかったです。動画上げられなくて。ちょっとね、お仕事の関係で、おうちに帰れず、返信もできずという状態でした。なのでね、あの、今日は、あともう一本ね、あげますので、ぜひ見てください。ということで、ここで終わりかと思いきや、全然終わりじゃないんです。全然、全然、ミリのしの神発動しているので、ちょっともう、あの、あれですね。 早送りすればよかったって思ってるんですけど、まあそこはちょっとね、あのいろいろ、ちょっとかんあれしてください。まあやっぱ動画が長ければ長いほどね、やっぱはい、そういうことですから、はい、収益がちょっとね、違いますから。<laughs> ということで、えー、ここで、もうここでもう終わりだろ。ここでもう終わりだろ。ね、もう終わってくれ、頼む。なんでやね。ということでね、えー、まだ続きます。申し訳ございません。あのー、裏枠はね、青の、 あれを使ってます。ギルサンダー。で、防御力を上げてます。まあ、裏枠なんでもいいんじゃないかな。とりあえず。ランクイン目指さないのだったら。ということで、えー、終了しました。やっと終了いたしました。皆さんもこのパテで挑んでみ見てください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。次の動画まで待っててください。ということで、